電気親父です。私がいつもやっている自己癒着性絶縁テープの巻き方を P38 圧着で分かりやすく紹介します。エコーテープ 20mm 幅が 1mm 狭くなる程度、軽く引っ張りながら巻いていくのですが、強いとすぐに伸びてしまうので注意してください。引っ張りながら巻くというより、引っ張ってから巻く感じの方がうまくいくと思います。それでは巻いていきます。電線の間にテープを入れ、テープ同士をくっつけるとほどけにくいのと、電線の間もより癒着すると思います。半分以上重ね合わせながら巻いていきます。ジョイント部を過ぎたら、このように細めていくと仕上がりが丸くなります。折り返してジョイント部を押さえるように2、3回巻いて、巻き始めに戻ります。これで1往復目、2往復目はビニールテープを巻きます。ビニールテープ巻きは前回の動画をぜひ見てください。これで完了です。ジョイントは人の手に触れる場合はジョイントボックスなどで保護し、水抜き穴を開けてください。浴室や厨房など湿気がある場所でのテープ巻きで水に濡れることを想定していますが、完全防水ではありません。水没する可能性がある場合にはスコッチキャストやレリコンなどを使用してください。やってほしくないこととして、このように全て巻いてしまうと、もしも水が入った時抜けにくく、電気腐食やショートしてしまうことが考えられるので、やめた方がいいと思います。以上が屋外配線でのエフコーテープ巻きです。今後もこのような動画を上げていくので、よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。